が見るものだと勝手に思ってたんですけど、やられましたね。成長するために自立しようとしてる感じが、なんかちょっと自分に重なる部分があるのかなと思って。劇場版ポケットモンスターココ、あれはやられた。ポケモンの映画は初めて見たんですけど、話の内容がめちゃくちゃ深くてやられましたね。なんか勉強になることばっかでした。劇場版ポケットモンスターココ、子供向けだと思うじゃん。違うんだよ。私みちょぱはココのここにやられた。いやでもやっぱり欲しがりす、あのリスはめちゃくちゃ可愛かったです。ちょいちょい出てきたりくっついてたりとか、何言ってるか分かんないけど動作とかもう見た目が可愛かったので、もうお気に入りですね。ココが言った架け橋になるっていうセリフはやられましたね。なんか本当だったらもっと甘えてもいいし、全然一緒にいることに関しては悪いことじゃないのに、なんか自分が成長するためになんか独立して自立しようとしてる感じが、自分も一応母親と同じマンションに住んでるんですけど、違う部屋で二部屋借りてるので、なんかそこは自分なりに成長しようとして独立したいと思ってそうしたので、なんかちょっと自分に重なる部分があるのかなと思って、いやポケモン舐めちゃダメだよって、子供向けだと思うじゃん。違うんだよって言うと思います。あなたも劇場でココにやられちゃってください。結構いろいろと話すと長くなっちゃうんですけど、ここっていうのはやっぱり、まあ、みんなで戦って協力してポケモンと人間が一緒になって同じことを同じ目標のために同じことを一緒にやるっていうところにやられましたね。え？どういう感じ？戦っている感じ？え、ちょっとごめんなさいね、もうごめんなさいって言っときます、ごめんなさい。どんなだったっけ？後ろ姿か。どうしようどうしよう。大丈夫かな。あ、やばいやばい。ごめん、ちょっと待って、やばいかもしれない。戦ってるシーンですよね。ダメです、めちゃくちゃ苦手です。やばい、どうしよう。なんかこんな感じじゃなかったっけな。どうしようかな。あれ、洋服着てたっけ。洋服着てない。あれ、どうしよう、心配でしかない。ごめんなさい、もうごめんなさい。戦いのシーンですね。戦いのシーンです。はい、できました。ごめんなさい、ごめんなさい。伝わりますか。バッチリだと思います。本当に。ちなみに書いたのはここです。これここ、あ、髪の毛こんな感じじゃなかったでしたっけ。ちょっとじゃあなんかじゃあどうした、どんな感じだったんだっけと思って、顔にペイントみたいなのはしてたの覚えてて、でなんか本当はあーみたいなの描きたかったんですよ。さあ歯がなんか上向いちゃって、はい、ちょっとありがとうございます。ちょっと後ほどじゃあそのものはお渡しさせていただきます。はい、ありがとうございます。あ、だからダメって言ったじゃん、もう。ポケモン描けなかったです、ちょっと。はい、ココア描きました。まあ、どこの雑誌もなのか分かんないですけど、私がいたポップティーンという雑誌は、すごい上下関係が厳しかったので、なんかロケバスに乗る席の場所とかも、この人はこことか、なんか、まあ位置的にもやっぱ先輩が後ろだとか、なんかそういうのもまあ決まってたりとか、まあ基本じゃ自分の中でも基本だと思ってるんですけど、なんかお弁当とかも先輩が先選んでとか、なんかそういうのをやってないと怒られるみたいなのはありましたね。
体育会系というかもう厳しい。そうですね。でも自分自身がもともとあのそういうタイプだったのであんまり苦ではなくて、あのそういう体育会系じゃない子はよく怒られてるのを横で聞いてました。いや最近なんですけど、まあもともと同じマンションの隣の部屋に母親が住んでて、一人暮らしを二人でしてるみたいな。まあそれもなんかその前までは二人で住んでたんですけど、なんか私自身一人暮らしをしたい、掃除とか洗濯とかそういうのもしたいって言って独立したいみたいな感じで一人暮らししようとしたら、まあ一応心配だからって言ってママもついてきて、で自分自身もなんだかんだやっぱちょっと怖さもあったから隣の部屋を借りて、二部屋借りてたんですけど、最近それをちょっとだけ離れて同じマンションの別の階の別のフロアに離れてあの暮らすことになったので、ちょっとは成長したんじゃないかなって自分の中では思ってるんですけど、どうなんでしょうか。次のじゃあ親離れステップとしては次はどういうステップ。そうですね、今別の階に行けたんで次は隣のマンションぐらいに徐々にあの離れて親離れというかもう一人で自立できるようにはしたいなっていうふうに思います。いますね、やっぱすごいみちょぱさんみたいな感じで来てくれる子が何人かいて、やっぱそういう子たちはなんかしてあげたいなっていうふうに思って、今でもなんかご飯行ったりとかはします。レイポヨってこと、チャンエナってこと、ナチョスってこと、ホノバビってこと、もうすごい全員ひらがなでね、分からない呪文みたいな感じなんですけど結構4、5人かなはあのちょこちょこ連絡くれますね。未だに遊び行きたいですとか、なんかあった時はなんかすごい長文で LINE が来たりとかして、すごい相談事みたいなのが来たりしますね。あーでも今言った子たちは多分全員今卒業したかなですけど、やっぱ卒業のタイミングでもすごい相談を受けて、次何したらいいかわからないんですけどとか、なんかそういう相談とかも受けたりしながら、でもねそこまず離れないと何も変わんないからねっていうことは言って、まあこれからどうなるかわかんないけどとりあえずやってみないとだよ何でもっていうことは言ったかな。親か、難しい。いつもでも一応師匠って言ってるのは有吉さんなんですけど親っつったらなんだろう、なんか変な感じですけど、まあでも一応師匠である有吉弘行さんですかね。いろいろやっぱりこう教わったりとか。そうですね、やっぱバラエティ番組は有吉さんの番組に呼んでもらえることがすごく多くて、いろいろそういうなんか芸人さん同士の掛け合いだったりとか、なんかそういうのはなんか言ってもらえるわけじゃないですけど見て学べたなっていうのは有吉さんだったかな。ココが女の子だと途中まで思っててそこが自分的に衝撃だったっていうかあの小さい頃めちゃくちゃ可愛かったじゃないですか、赤ちゃんの時。あでもすごい可愛い女の子って思って見せたら、途中で俺の息子だって言い出したから、あ息子かって思って、シンプルにそこが衝撃的でした。だいぶ上半身裸です。それで確かにそうよく考えれば男の子かと思って、いやでもなんか可愛らしい感じもあるし、そこがちょっと衝撃的でした。はい、この子でも可愛かった。星ガリスですか？めちゃくちゃ可愛かったです。なんか最近ほんとポケモンあんまり見てなかったんで、こんな子今いるのと思って、めちゃくちゃ可愛くてね、ずっと今抱いてたんですけどちょいちょいなんかついてきたりとか、ちょこちょこなんか一緒にいるのがすごく可愛くて、この子ちょっとお気に入りになりましたね。でも星ガリスがいてくれればめちゃくちゃ癒されますね。私も家にグミちゃんっていう愛犬がいるので、
仕事終わっていつもグミちゃんのお腹の匂いを嗅いで癒されてるので、ホシガリスがいてくれたらもう疲れが吹き飛ぶと思います。でもまあ中身知らないですけど、ザルード的な優しさはやっぱりなんかちょっとツンデレな感じもあるじゃないですか。なんか言葉をなんか強い感じ、喋り方とかそういうのもなんか強い感じだけど実は優しいみたいな感じはちょっと似た部分ももしかしたらあるんじゃないですかね。